声楽ボイトレの一分講座です。まあ声の通り道ですね。まあ声帯があって、ここから発生された原音がまあだんだんの上に上ってって声が出てくるわけですけども、まあだいたい口から声が出てきますけど、まあ、鼻からも出てきますね。鼻のところですね。で、鼻腔とか副鼻腔で共鳴させます。まあ口腔とか咽頭ですね。ここが咽頭とか口頭でもやはり響かせますね。増幅させます。喉を開けると言ったら、大体この軟口蓋とか、この咽頭のところですね。咽頭のこの壁をこっち側にまあだんだん伸ばして、上や後ろとかに伸ばして大きくします。それで響きを増やして、まあ鼻腔とかにも響かせて、口から出します。そんな感じですね。まあこれで以上ですかね。鼻腔とか副鼻腔にも響かせているということですね。